悪あがき北里洋平、全国書店とアマゾンにて発売中。全米でも翻訳版発売中。プロローグ再開。あと数秒、あと数秒経てばゴングが鳴る。戦いが始まる。戦闘態勢に入らなくては。しかし俺の体は頭の中までも今までに味わったことのない感覚が支配していて動けない。この感覚は一体何なのだろうか。四角いリングの中に味方は誰もいない。リングの外には友達が大勢いるはずなのに誰の声も聞こえない。とても静かだ。世界から音が、いや現実のすべてが消えてしまったようだ。唯一見えるのは自分の手元。両手にはまだ馴染んでいないボクシンググローブ。その色が黒い色だということだけをかろうじて認識している。グローブは異様に重く、身動きが取れない。視線を上げることもできない。リング上反対側のコーナーに相対しているのはボクシング世界タイトル9度防衛のチャンピオン。そのチャンプの名は徳山正盛。俺はまだ顔さえも上げることができない。ただ今にも俺を殴り殺しかねない形相で、彼がこっちを睨みつけていることだけを感じている。殺気がリングいっぱいに満ちているのだ。満潮によってせり上がってくる水面のように、俺の足元から全身にまとわりついてくる殺気。血肉に飢えたライオンと共に檻に入れられ、ゴングを鳴らされ、そのライオンを素手で思いっきり殴ってこいと言われているようだ。できるわけがない。殺される。俺の体は石のように固まっている。背中は冷たい汗でじっとりと濡れている。後悔という言葉がちらりと頭をよぎる。なぜ俺はここに立っているのだろうか。俺は日立製作所本社財務本部勤務の会社員、25歳。ボクシング経験はまだない。時間にして数秒が経った。永遠のように感じられるその感覚の中で、ようやく俺は理解する。ああ、これが本当の恐怖ってやつか。今までに怖いと感じたことはもちろんある。でも今感じている恐怖は別物だ。足はすくみ、震えることもできないほどに体が動かず、冷や汗だけが全身を滝のように流れ、声も出なければ視線も上げられない。俺は今人生で初めて死ぬかもしれないという本当の恐怖を経験している最中なのだ。遡ること数ヶ月前、俺は格闘技の聖地後楽園ホールでとあるボクシングの試合を観戦していた。それまで生ボクシングを見たことがなかった俺は、汗が飛んでくるかのような迫力と後楽園に満ちた熱量に魅了されていた。試合終了後、興奮が冷めぬままトイレに行った。用を足し手を洗いながら鏡を見上げると、ふと幼少時代のことを思い出した。コロコロコミックや少年ジャンプの中で縦横無尽に飛び交い戦い続ける強いヒーローたちに憧れて、彼らの真似ばかりしていた子供の頃、大人になったら自分もそんな男たちと肩を並べるような存在になっていると信じて疑わなかった。しかし25歳の鏡の中にいる自分を見つめてみると、あの頃信じていた未来の自分はどこにもいないのだ。結局今までリングという名の男の戦場では戦ってこなかったのではないか。リングの外で好き勝手やることはあっても、リングには上がっていなかったのではないか。それじゃあ外野や雑魚キャラと同じじゃないか。ピッチャーになりたかったのに、主役になりたかったのに、あの頃描いていた夢を無意識にスルーしていた自分が鏡の前で卑屈な顔をしていた。俺は帰路についたが、
あの鏡の中の自分と、そしてリングの上のボクサーたちが頭の中を交互にちらついていた。楽しく生きていたつもりが、それは挑戦することから逃げていただけなのかもしれない。叶わないような夢を無理やりにでも叶えたいという強い気持ちさえ忘れていたのかもしれない。その夜、いても立ってもいられなくなり、気がつけばまだ会ったこともない、その日後楽園で試合をしていたボクサーたちの頂点に君臨する徳山正盛チャンプに、その思いと、そして挑戦状を書き綴っていたのだ。だから今俺はここに立っている。こんな形でリングに上がり、徳山チャンプと戦ったところで、幼い頃に漠然と抱いていた強いヒーローになりたいという夢が叶うわけでもなければ、チャンプと同じステージに立ったことにならないのは百も承知だ。ただ自分のために、これは一度自分が描いた夢に落とし前をつける場なんだ。そう気づいた瞬間、色も音もなく固まっていた現実の中、懐かしい声が耳に届いた。久しぶりだな。振り向かなくてもその声の主を俺は知っていた。それはセコンドでも、応援席に座っている友人でもない、小学4年生の時から知っているキングだ。ガラガラの低い声、その声だけで姿が浮かぶ。昔のようにボロ布のような服をまとって、武将髭でガタイが良くて、いつもニヤニヤしているが目はギラついているあのキングが後ろにいる。振り返ってキングに伝えたいことはたくさんあった。しかし俺はそれらの言葉を全部飲み込んだ。後ろを振り返る暇はない。なぜならキングの存在に気づいた瞬間、失われていた現実が咲き乱れる花火のように色づいた光と音を伴って目の前に現れたからだ。体のこわばりはもうない。背中の汗もどこかへ行った。俺はうつむいたままだった視線をぐいと上げた。怖くて見ることもできなかったチャンプとようやく目が合った。チャンプの眼光は鋭かったが、一瞬優しく微笑んだような気がした。やっとリングに上がったな、とでも言うように。そして俺の耳に、人生をもう一つ前に進めるためのゴングが高らかに鳴り響いた。悪あがき、北里洋平。全国書店とアマゾンにて発売中。全米でも翻訳版発売中。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.